そういう経験がない人に何かアドバイスとかありますか？だから全然怖がらずに絶対に持ってった方がいいって、持ってかないと今自分がどのレベルにいるのか分かんないですよ。だ結構ありがちなのが、ハロー、ハローこんにちは。今日は漫画家チャンネルの浦田さんが来てます。イエーイ、どうも。で、浦田さんは川上さんっていう漫画家と一緒に漫画家チャンネルっていう、はい、チャンネルはやっているんですけど、それは、はい、そう、まあ、漫画の作り方とかですね、はい、そうですね、バラエティ番組っぽいっていうか、なんか笑えるというか、うん、いろんなことやってますね。楽しく話しながら動画作るんですね、はい、笑いっていうところでギャグっぽいなキャラクターが現れました、はい、これは浦田さんが描いている漫画。あ、そうです、ジンバ、はい、ジンバ、はい、でジンバは軽く紹介してもらえますか？あ、わかりました。女性のジョッキー、女の子のジョッキーが、うん、お父さんの意思を継いでジョッキーになって日本ダービーっていう大きいレースを目指すんですけど、うんうん、そのジョッキーが乗る羽目になっちゃったのがなんとケンタウロスの競走馬だったっていうまずそこはちょっとギャグっていうか、話の見どころというかポイントなんですけど、うん、馬が好きだから。あ、そうです、僕もともと競馬とか好きで、おお、マキバオとかも好きだったんですよ。あ、その前にダビスタとかも好きで。やっぱり漫画家さんがその自分の趣味とか自分の好きなものを、そうです ね、人よりちょっと詳しいの何かなって考えた時にちょっと競馬だったんで、うんうん、まあ、話書きやすいかなと思って、うんうん、まあ、競馬っていう題材書いてみたいなと思ってたん でケンタウロス漫画も実はケンタウロスが学校に転校してくるみたいな漫画をヤンジャンの デビュー作でそれを書いてたんですよ。あ、ケンタウロスっていうのも好きだったし競馬も好きだったから、ケンタウロスと競馬を合体させたら面白いんじゃないかっていう発想がまずあったんですよね。なるほど。で、そう、ジョッキーが乗ることになって、でもこんな馬、競馬って血統っていうのは大事で結構能力に影響を及ぼすんですけど、血のスポーツって言えば、じゃあもう上手くないならもうどうやって競争できるん？だから こいつはジンバはもう競走馬になれないだろうっていう感じの、もう無理、そうだからマイナスからのスタートというかゼロからのスタートっていうかだったんですけど、ジンバもだんだん頑張って逆境を乗り越えて一流のそれこそ血統がいい馬に勝負を挑んで、まあ、勝つっていうか、だんだんだからスポコンの流れになるんですけど、ジンバみたいにこういう風に自分も走りたかったんですかね、はい、ずっと乗ってたから、あ、やっぱ自分の方が走ってる方が正しいと思って作ったんですか？僕ですか？いや、僕がそういうことないですけど、なんか漫画家もそうですけど、こう夢を目指すっていう話は好きなんですよ。あ、ね、夢を叶え、大きい夢があって、うん、それをこう最初は全然才能もないしダメなんだけど、いろんなちょっとした努力とか起点を聞かせたりしてこう成り上がっていくみたいな話が好きです。漫画家になりたい、そういう夢を持ってる人がいっぱいいると思うんだけど、はい、だから漫画家になってからインスピレーションが出ないとかありますか？あ、アイデアが出ないとか、そうそうそう、なんか達成しちゃった、漫画家になっちゃったから。いや、でも結局漫画家っていうものにはなれたんですけど、思ってた漫画家じゃないっていうか、結局言っちゃあれなんですけど、この漫画も、まあ、前の漫画も全3巻で、うん、ってことは打ち切りなんで人気がなくて終わってるんですよね。っていう、そうなんですよ。 3巻まで行ってもそれは人気がないって言うんですか？あ、そうです。だいたい今はもう1巻とか2巻で終わる漫画もあるんですけど、ちょっと前まではやっぱ3巻がだいたい打ち切りラインというか。お、じゃあ多分海外でもう印刷1回だけできたらもう一生の達成感ができましたんじゃないですか、うん、と個人的に。確かに、だからこれが僕で連載デビューの僕のおじいちゃんが変な話するって漫画なんですけど、これの1巻が発売されて本屋に置かれた時はめちゃくちゃ感動しました。お、自分の名前が書いてる本がすごい全国の書店に置いてあるっていう、うん、その感動はあったんですけど、一回だから漫画家になるっていう夢は達成したけど、やっぱり僕が子供の頃夢見てた漫画家ってやっぱドラゴンボールの鳥山明先生とか、全然またアニメしたりアニメ化したり、そういうもっと上になんですよね。自分の人生がドラゴンボールみたいな少年漫画に なってる、もう達成しても次のレベル行かないとなんか落ち着かない、うん、ベジータベジータかもう落ち着いてもうそんなにトレーニングしなくていい。いや、でもやっぱり、うん、やっぱ
漫画家になったからにやっぱアニメ化したいとかっていう夢があってもっと有名になりたい、うんうん、やっぱりあの身近にも売れてる作家さんとかいるとやっぱりいいなと思ったりああなりたいなって自分も思うんで、うん、もっともっとまた書き続けてこれは3巻で終わっちゃったけど今度書く漫画はもう3巻以上出せるように人気に漫画を書けるようにっていう思いですかね今は。じゃあ多分、はい、そういうすごい長いシリーズを作っても、うんうん、それでも多分次の段階できちゃいますね。そうかもしれない。だからいつ終わりがベジータ、うん、本当に共感どんどんもっと強くなりたいっていうずっと悟空 に負けてる。そうそうそう、全然トレーニングしてないのに。そうそうそう。じゃあ一生死ぬまでそうかもしれない、ね、漫画を描いてるのであれば。お、うん、さっき言ってたようにまあギャグっぽく始まるんだけど、うん、結構真剣なその夢を目指す話も入っているし、それは漫画家になりたい時にどういう漫画を作りたかったんですか。あ、ケンタウルスの話を作るなんかそういう思いとか。いや最初は全然そうじゃないですね。最初はもっとギャグ漫画。ああ、これの方ですか、ね。はい、で昔からお笑いとかギャグとか好きだったんで、うん、それこそ小学生の時なんか志村けんとかが大好きで、まあ、ダウンタウンとかも大好きだったんですけど、人を笑わせるのも好きだったりしたんで、なんかそういう方法、まあ、小学生の時とかは自分が笑わせたりしてたこともあったけど、やっぱりだんだん、うん、もっと面白いやつとかもいるし、全然なんだろうな、そこには別にかなわないし、結構シャイなところもあるんで、人前に出るのもそんなに得意じゃなかったし、あ、でもこう落書きした変な絵で笑ってくれたりとか、ちょっとした4コマ描いたりしたので友達とか笑ってくれて、漫画でも人笑わせられるなって思ったりして、うんうん、でじゃあ漫画で人を楽しませる、まあ、ギャグ漫画描こうかなっていうので、この作品なんかもこれはもう完全に笑い全部笑いに振ってますね。面白い漫画を作る上に、なんかその楽しいところはずっと大切にしてる感じですね。あ、そうですね、うん、笑えるところが、ね、自分も漫画読んで 笑うから、はい、なるほど、はい、いいね。でその漫画家チャンネルでこういう漫画を描いて勉強になったところとか、そういうコツとか伝えてるわけですか。あ、漫画家チャンネルですか、うん、そうです。どうかな、それ伝わってるかなそう、あんまりそんなにあんまり自分の話って実はあんまりしてなくて、こうやってインタビューしてもらうとこう言えるんですけど、うん、自らあんまり確かにそんなに言ってないんですよね。あ、もう自分がどうやって漫画家になったとか。あ、うん、じゃあ具体的な話はしてないけど、その経験があるからいろいろ話ができる、うん、あ、まあそうですね、なるほど、はい、例えばその今、はい、これは学校で専門学校で、はいはい、あって、はい、こういうのは書いてました。これでも学校入る前に書いてましたね。あ、そっか、はい、もっと昔、本当にこんな賞に応募しても箸に棒にも本当に引っかからない、何の名前も載らない落選した漫画なんですけど、本当に3作目とか2作目3作目なんて漫画あの応募するように書いて2作目かな。お、うん、じゃあその漫画家目指すところで頑張って、そうですね、話最初から最後まで書いてたものですかね、はい、そうです。なるほど。今見たらもう本当ひどくて、定規も使ってないから建物とか もうめちゃくちゃ曲がってるしでもそれでもちゃんとイメージが分かるですか。まあそうですね、まあ、分かればギャグ漫画だからもう分かればいいかなみたいな、この漫画を出版社に出しましたか、はい、あの持ち込みに行きましたね。ああ、漫画家になりたい人は、うん、自分も描いている漫画、はい、出版社持っていて、うん、どういうアドバイスとかどういう反応はありました。ああ、これですか、うん、これはでもそんなに褒められてないんですけど、この動きのコマとかは いいねとか言われたんです。あただ全体的にはそんなに褒められず、あ、だから賞に応募しても多分引っかからないと思うよって言われて普通に持って帰って、じゃあまた次作ったら持ってきますっていう感じ。一番大きなその時のアドバイスなんか覚えてますか。いや、もっとこういう風にとか。これが2作目なんですけど、多分で1作目の時に持ってった作品が今日持ってこなかったんですけど、うんうん、ツッコミがあんまりないギャグ漫画、わかります？そのシュールっていうか、登場人物が変なことするんですけど、うん、誰も突っ込まないんですよ。あ、で、まあ、読者が突っ込んでくれればいいかなと思ってたんですけど、それを持ってったら、まあ、ある少年誌なんですけど、子どもの読者はツッコミがないとこれが おかしいのかどうかわからないから、ツッコミを入れてあげ
った方がいいよって言われて、これはだから一応ツッコミが入ってる。じゃあやっぱりあの出版社に自分の漫画を持っていくなら、結構はっきりカテゴリーとかジャンルを分からないとダメですよね、うん、ヒーローになる話になるか、あ、はい、そうです、ね、それは結構はっきりしないといけないのかな。まあそうですね、だから本人が書きたいものが分かってないと編集さんもどうアドバイスしてか分かんないんで、これはだから笑わせたい漫画なんですとか、感動させたいのか泣かせたいのか、泣かせたいためにはじゃあこれは間違ってるよねとか、感動させたいんだったらこれは違うよねって、その編集さんはいろいろアドバイスしてくれるんで、自分がこういう漫画描きたいっていうのを最初にもちろんあった方がいいですよね、うんうん、じゃあみんなになんか最後のアドバイスとして、うん、多分ほとんどみんな出版社に自分の漫画持っていった方が、はい、ことがないので、はい、そういう経験がない人に何かアドバイスとかありますか？初めて出版社に原稿を持っていく人、はい、いやだから結構優しいんで編集さん、あ、だから全然怖がらずに絶対に持ってった方がいいって、持ってかないと今自分がどのレベルにいるのか分かんないんですよ。だ結構ありがちなのが、どこにも見せてないけど自分が天才だっていうか、この漫画で連載してアニメ化するんだって思ってるけど、なんだろう、人に見せないとレベルが分かんないっていうか、それで見せてダメ出し食らってボロカスに言われて、やっと自分の実力、あ、俺天才だと思ってたけど、あ、今まだまだこんな下のレベルなんだよ。なるほど。そっからがスタートなんで、上手くなってから持っていくっていうよりも、うん、ストーリーちゃんと分かってから持っていくっていうよりも、うん、とにかく持っていって、あ、とにかく持っていった方がいいです。一作書き上げて早く持っていって僕はそう思いますけどね。多分みんなあの海外の人でも、うん、バックマンとかアニメとか、うん、漫画読んでて、はい、ちょっと怖い気持ちになるかもしれない、うん、その編集者がどう言われるか、はいはい、実際に持っていくのが多分さらに怖くなってる、うんうん、でもやっぱりそこのハードル超えないといつまでたっても雑誌には載れないんで、あのそこ怖がっちゃったら難しいですね、うん、じゃあとにかく何か書いて、うん、定規使わずにも持っていってそうね、だから定規使わなくてもいいから書き上げた方がいいです。いいアドバイスですね、ありがとうございます。いえいえ、まあ、あのジンバとか僕のじいさんとかはどこで買えるんですか？今ね書店にはもうほとんど置いてないんで、うん、Kindle 版とかが両方全部出てるんで、うん、あの Amazon とかで買える、いろんな電子書店には多分あります。わかりました。 LINE とか LINE 漫画とかでも買えるはずです、うん、はい、そしてこれもあのフランス版、なんかフランス語版が出てます、ね、俺フランス語版出ててでも多分日本じゃ買えないんですよ、多分手に入んない。あ、だから僕も、まあ、一応僕は出版社から送ってもらったんですけど、他ももっと欲しいと思ってももう手に入らない。フランス行かなきゃ。フランス行かない。じゃあぜひフランス人ぜひこれ探してください、はいはい、ぜひフランスで買ってください。じゃ あ, あのリンク分かったらリンク貼りますので、はい、お願いします。 あとは漫画家チャンネルと自分のツイッター教えてください、はい、僕のツイッターは @urata_k かな。漫画家チャンネルはここにあります。ぜひ登録お願いします。登録お願いします。あとドキドキチャンネルも登録してください。お願いします。浦田さんも川上さんが出ている動画もいっぱいありますので、それを見てください、はい、お願いします。バイ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 